クレック・ジョン・テイラーは、スコットランド・グリーノック出身のサッカー選手。セルティック FC 所属。スコットランド代表。ポジションはディフェンダー。レンジャーズ FC の下部組織に6年間在籍したが、あまりにも小さくて細いとの理由で放出された。2014年7月に、キルマーノック FC の下部組織に移籍、U-17、U-20 両チームで首相を務め、 2016年にトップチームに昇格した。2016年5月14日にトップチーム初出場。2015から16シーズン終了後に3年契約を締結した。リー・クラーク監督時代から3人の監督の下で不動のレギュラーを務め、2018年4月には2021年6月まで契約を延長した。2019年3月30日の試合で、 プロ初得点を記録した。2019年夏の移籍市場では1、FC ニュルンベルク、サンダーランド AFC、セルティック FC からオファーを受けた。最終的には9月2日に、セルティックへの移籍が決定し、4年契約を締結した。2017年3月に U-21 代表初出場を記録。同年の 第45回テューロン国際大会にも U-20 代表として出場し、ブラジル U-20 代表から得点を奪い、1から0の勝利に貢献した。この大会では彼自身は、スコットランド代表としては、唯一のベストイレブンに選出され、個人としては、大会で4位の名誉を受けた。2019年6月に UEFA ユーロ2020予選に向けた。 スコットランド A 代表のメンバーに選出された。キプロス代表戦ではベンチであったが、首相のアンドリュー・ロバートソンが負傷すると11日のフィファランク1位ベルギー代表戦で代表初出場を記録した。試合はアウェーで3から0の敗北に終わったが、スティーブ・クラーク監督は代表デビューを果たした。彼に対してエクセレントの評価を下した。11月の代表戦でも出場を重ね、 セルティックでもチームメイトのジェームズ・フォレストとの左サイドのコンビネーションで賞賛を受けた。弟のアリー・テイラーもサッカー選手。彼は2020年2月のセルティック戦で選手初出場を記録し兄弟対決となった。ありがとうございます。